はい、皆さん、こんにちは。レック不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原といいます。では、今回はこのテーマですね、大チャンス到来、不動産鑑定士の魅力と仕事というテーマでガイダンスの方をさせていただきます。不動産鑑定士は三大国家資格の一つと言われています。法律系の最高法資格であります弁護士、会計系の最高法資格であります公認会計士とともに、不動産系の最高法資格として不動産鑑定士ですね、三大国家資格の一つと言われています。ただ他の2つと比べるとなかなかね、一般の人にはこうね、馴染みがちょっとね、薄い資格だと思いますので、まずはこの不動産鑑定士の魅力と仕事ですね、仕事の中身を通じて鑑定士の魅力について説明をしていきます。はい、まず鑑定士の仕事の中身、業務内容は大きくですね、鑑定評価業務というものと、あとはコンサルティング業務ですね、大きく2つに分けることができます。まずはこの鑑定評価業務ですね、こちらは、公平中立な立場に立って理論に裏付けられた不動産の価格を求める業務を鑑定評価業務と言います。大きな事務所ビルですとかマンションとかですね、そういった不動産の経済価値を判定していくらいくらという金額を出していく、この事務所ビルは20億円ですとか、そういった金額を出していく業務が鑑定評価業務ということになってきます。でこの鑑定評価業務なんですが、国から認められた独占業務ということになってきます。鑑定士だけに認められているのがこの鑑定評価業務です。他の資格の人がやってしまうと罰せられるということになってきます。でこの鑑定評価業務なんですが、さらに大きくですね、2つに分けることができます。左、公的な評価と民間評価という形で分かれてきます。公的評価というのが、依頼主が国とか都道府県、公的な機関である場合が公的な評価ですね。代表例がまずは地下工事と呼ばれるものになってきます。代表例、地下工事と呼ばれるものです。例えばニュースとかで、今年一番高い土地は銀座のどこどこですとか、あとは日本で一番ですね、土地の値上がりがですね、値上がっているのは北海道のニセコですとか、そういったニュースとか聞いたことないでしょうかね。そういった全国2万6000ポイントの地点について、国土交通省が全国の鑑定士に評価をさせて、毎年1月1日での価格として一般の人に向上していく制度が、これ、ね、地下工事と呼ばれる、ね、代表的な公的な評価ということになってきます。で続いて、相続税路線価ですね。相続税路線価、相続税ってどのように決まるかってご存知ですかね。路線というのは通りごとです。通りですね、通りごとに基準となる金額ですね、単価が決められてまして、その基準となる単価にそれぞれの土地の面積をかけて、かける税率をすることによって相続税というのは決まってきます。で今度国税庁から委託を受けまして、やっぱり全国の鑑定士が、毎年1月1日の価格として求めて、それを国税庁が一般の人にやっぱりですね、基準となるように示していくのがこの相続税路線価ですね。相続税を課税するための基準となる金額がこの相続税路線価、こちらも代表的な公的な評価の一つということになってきます。あとは裁判所の競売の場面の評価ということですね。不動産を担保にお金を借りました。ただお金返せなくなってしまったんで不動産取り上げられました。でその不動産を現金化するときに競売競売にかけるということですね。でこの競売競売案件には、案件ごとに売却基準価格というのが付けられています。要は入札をするときに目安になるような金額がこの売却基準価格ということになってきます。裁判所から委託を受けまして、評価員というんですけど、評価員になります不動産鑑定士が評価を行っていきます。この評価員になれると結構ですね、裁判所から依頼来ますので結構なね、収入になってくるですね。そういった公的な評価の代表例ですね、この裁判所の競売競売案件に関わる評価ということになってきます。あとは一番下、公共用地の取得の場面ということになってきます。例えばある県がですね、県の道、県道の道幅を広げるときに、やっぱり私人さんから土地を買わなければいけないわけですね。でその時にこうピンポンって言って、すいません、お宅の前のこのね、県の通り、県道を道幅広げたいので土地を売ってくれませんか、それで交渉していきます。その時に私人さんが、いや何々県さんですね、あなた買う立場なので提示している金額ってなんか買い叩こうとしてるんじゃないのみたいな、これ争いが起こったりすることもあると思うんですね。その時に、いやいや、私が示しているのは
公平中立な立場から不動産の専門家である不動産鑑定士がしっかりと理論に裏付けられた価格として求めたしっかりとした金額なんですよということを示していけば、額自体には争いが起きないということになってきます。世の中知られていないんですけど、公平中立な理論的な不動産の価格というのが求められる場面が多々ありまして、そんな場面で鑑定士の評価というのが役立ってくるということになってきます。で、今公共用地の取得の場面なんですけど、さらに売る場面ですね、売る場面です。例えば国が国有地を売る場面です。国有地なのでこれ国の財産ですね、要はこう国民の財産です。なのでは適正な金額で言っていかないとまずいということなので、国有地等々ですね、売るときにも鑑定士に評価を依頼するのが通常ということになってきます。森友問題のときに財務省等々がですね、あれ国有地を売ったんですね。でそういえば売るときにはやっぱり鑑定士の評価を取って、でそれに基づいて売っていくってことですね。やっぱり国有地等々ですね、売ったりする場面でも鑑定士の評価がですね、求められたりします。で続いて今度は民間の評価ということになってきます。依頼主が個人さんとか企業さんですね、民間が依頼主ということになってきます。まずは不動産を売買するときだったり、あとは担保にするときだったり、さらには相続するときにあらかじめ金額を知っておきたいので、参考として不動産鑑定士に評価を依頼する、そんな場面が民間の評価として考えられます。あとは不動産鑑定士は不動産の価格だけを評価すると思われがちなんですけど、賃貸の場面の賃料の評価というのも鑑定士は行っていきます。例えば不動産の価値が高い時代に高い賃貸借契約を結んでずっとずっと更新できました。で借りてテナントとしては、借りている事務所ビルは気に入ってるんだけど、ずっとずっと更新できていて、今周りの同じような事務所ビル見てみると、こんなに高い賃料払ってるところはないので、次の更新時にオーナーと交渉して賃料の減額を請求したい。そういった減額請求場面で資料として依頼してくるのが、ね、鑑定士のこう賃料の評価ということになってきます。賃料を減額する時の、ね、有効な資料として活用するのが鑑定士のこう賃料の評価ですね。最近ですと賃料の評価ですね、多く依頼されたりしています。であとは M&A ですね、企業買収の場面でも鑑定士の評価が求められたりします。ある企業が別の企業を買収する場合には、その買収先の企業の価値を知る必要があります。で不動産、企業というのは通常不動産を所有してますので、企業の価値を知るですね、一要素として所有している不動産の評価というのが求められたりします。つまり M&A 企業買収の場面においても、その一環として鑑定士に評価が求められたりすることが多々あったりします。あとは不動産の証券化の場面ですね。不動産の証券化って言葉は聞いたことありますでしょうか。どうでしょうか。例えば大規模事務所ビル、これ一個人が買えるものではありません。ただ不動産というのはこう市場で売り買いされないと価値が上がっていきません。じゃあどうするか。一人じゃ無理なんだけど、何千人何万人が小口でお金を出し合えば大きな金額になるでしょってことです。いやこう共同馬主みたいな制度です。じゃあ投資した人はどんな見返りがあるかというと、大規模事務所ビル、テナントから賃料収入を得ることができます。この得た賃料収入等々を投資家に配当していくのが不動産の証券化、要は不動産を金融商品化することをですね、株券のように金融商品化することを不動産の証券化と言います。代表例がリートと呼ばれるものです。リートって言葉はどうでしょうか。リアルエステートインベストメントトラスト、不動産投資信託と言います。これ本当に株のように売り買いすることができまして、今50以上の銘柄が上場されています。これ金融商品でして、法律で半年に一度鑑定士に評価をさせて、その評価をですね、投資家に情報開示として示さなければならないと、これ法律で義務付けられています。要は証券化の場面、リートの場面における鑑定士の評価というのは、このリートの信頼性を担保している、いわゆるインフラのような役割を持っているのが鑑定士の評価ということになってきます。はい、でこれがまずはね、鑑定評価業務ですね。で続いて独占業務ではないんですけど、コンサルティング業務というものがあります。不動産に関する困りごとをですね、知覚知識を生かして解決していく、そういった業務がコンサルティング業務ということになってきます。例えばマンションを建て替えするときだったり、あとは市街地をこう再開発するときの権利調整のコンサルティングを行ったりとか、あとはここには書かれてないんですけど、今グローバル化ですね、グローバル化なので、こうインバウンドアウトバウンド、つまり
海外の投資家が日本の不動産を投資するときのアドバイスをしたり、逆に日本の企業が海外の不動産に投資するときのアドバイスをしたりとか、まあ、語学力を生かしてそういったインバウンド、アウトバウンド場面で、アドバイスをしていく、コンサルティングをしていく、そういった鑑定士さんの中もいらっしゃったりしています。あとはこの CRE 戦略ですね。CRE もしくは CRE 戦略という言葉聞いたことはありますでしょうか。コーポレートリアルエステートの略です。要は企業が所有している不動産の有効活用の提案、アドバイスをしていくのが CRE 戦略の場面ということになってきます。まあ、単純な例で言うと、都心に点在していたグループ企業をまとめて、新しくできた大きなワンフロアが広い事務所ビルにグループ企業を全部まとめるということです。まとめることによって横のつながりができて、今までだったと今まででは考えられないようなグループ企業の横のつながりができて、新しい商品を開発することができるとか、そういったことができますよという形でアドバイスをしていくのがこの CRE 戦略の場面ということになってきます。こちらは企業内でですね、鑑定士の資格知識を生かして活躍できる場面がこの CRE 戦略の場面ということになってきます。今大手の不動産会社はこの CRE に特化した部門を、立ち上げてものすごく営業をかけています。不動産業界で今後伸びていくだろうと言われているのがこの CRE 戦略の場面です。そういった部門において企業内鑑定士として活躍する場面がこの CRE 戦略の場面ということになっています。鑑定士というのは仕事のやり方としましては、基本的には鑑定士は独立開業型の資格と言われています。同じ不動産系で言います と、土地価格調査士さんとか司法書士さんなんかとも比較されるんですけど、同じように鑑定士も独立開業型の資格と言われています。その中でも鑑定士というのは独立開業しやすい資格と言われています。まずは初期投資が少なく済むということになってきます。土地価格調査士さんは測量の機械が必要なようでして、なんか何百万円とかかかると聞いたことがあります。一方鑑定士は自宅とパソコンがあればすぐに独立することができます。初期投資ですね、ほとんどかからずに独立することができるとともに、鑑定士なぜ独立しやすいかというと、公的な評価があるからということですね。先ほど説明した通り、鑑定評価業務の中にはこの公的な評価があります。3年間ぐらいの実務経験を積んで登録をしていけば、少しずつ公的な評価ですね、もらえるようになっています。まあこれだけで食べていけるってことにはないんですけど、まあ年収の下支えになります。ゆえにこの公的な評価あるがゆえに、鑑定士は不動産系の資格の中でも独立しやすい資格と言われています。とともに知られていないんですけど、鑑定士というのはCRE 戦略の場面でもそうなんですけど、企業内鑑定士として活躍することもできます。私が知る限りですと、土地価格調査士さんとか司法書士さんが企業内で活躍しているというのはあまり聞いたことはないです。一方鑑定士は知られていないんですけど、企業内で活躍することができます。先ほど説明した不動産会社の中の CRE に特化した部門でですね、資格知識を生かして活躍するような場面もありますし、さらには金融機関、特に信託銀行さんですね。信託銀行さんというのは内定を出した学生にお金を出して入社と同時に鑑定士の資格を取らせるような、そういったことを行ってたりします。なので信託銀行の中には多くの鑑定士さんが活躍しています。あとは、鉄道会社ですかね。鉄道会社、今鉄道会社というのは半分不動産業です。駅中駅地下高架下、いかに有効活用していくかというのが鉄道会社ですと非常に重要になっています。例えば東京ですと光栄ってね、そういった大きなね、ビルがあります。これは東急さんが所有しています。あとは関西ですとアベノハスカル、あれ近鉄さんですね。つまり鉄道会社というのは半分不動産業で、いかに所有する不動産を有効活用していくか、でこの有効活用について一番知識を持っているのが鑑定士と言われてますので、鉄道会社の中でもですね、多くの鑑定士さんが活躍しています。さらには、観光庁ですね、役所です。役所、レックは毎年財務省から委託を受けまして、仕事として不動産鑑定士の資格を取らせる、そういった業務を請け負っています。東京の研修所にですね、全国が選抜をして、合宿のように集中して講義を全国3クールに分けて集中的に講義をして鑑定士の資格を取らせるね、そういった業務を請け負っています。で財務省さんは先ほど森友問題の時もそうなんですけど、
鑑定士に鑑定評価依頼する立場です。依頼する立場です。じゃあなぜ財務省内に内部に鑑定士を抱えておきたいかというと、依頼をして手に入れた評価書が本当に適切かどうかをやっぱり内部でチェックしたいみたいなんですね。なのでやっぱりこう内部に鑑定士を抱えておきたいので、財務省さんだったりあと国税庁なんかにも、ね、鑑定士がですねこう内部に活躍していたりします。東京都庁なのかなどはこう毎年こうキャリア採用という形でこう毎年のように鑑定士を募集していたりもしますので、役所の中でもですね鑑定士ですね、多くの方がこう活躍していたりします。はい、じゃあ鑑定士ですね、じゃあ仕事の進め方、特にこのメイン業務であります鑑定評価業務ですね、こちらの仕事の進め方をちょっと説明していきます。不動産を評価する場合には必ずですね、現地に行って調査をする必要があります。現地調査です。じゃあ例えば九州にある不動産評価するのは誰が多いかというと、もちろん地元の九州の不動産鑑定士が評価することも多々あるんですけど、ただその九州にある不動産を所有している企業の本社が例えば東京とかにあったりすると、東京の鑑定士に依頼するのが通常だったりします。つまり都心の鑑定士は全国に出張に行きます。ざっくり言うと月の半分が出張、まあ、このように言ってもいいと思います。つまりデスクワークとフィールドワークがちょうど半々ぐらいの仕事の進め方が、まあ、鑑定士の仕事の中身ということになってきます。私旅行好きだったので実は鑑定士を選んだんですけど、こうずっと机にしがみついて勉強仕事するよりも外に出てくってことを楽しめるならば、四国、まず、ね、一つ魅力としておすすめなのがこう鑑定士ですね。こうねフィールドワークがあるんだということになってきます。とともにですね、鑑定士ですね、この鑑定評価業務ですね、どういうふうに仕事を進めていくかというと、これ受け負い的な仕事の進め方をしていきます。例えば何人か鑑定士を抱えている事務所のボスが仕事を引き受けました。でそうすると、案件ごとにそれぞれの鑑定士に評価を任せます。つまりじゃあこの物件は A 君君に評価を任せるので2週間で締め切りを切るので2週間後僕の方に提出してくれないかって形でそれぞれの鑑定士に評価を任せます。まあ1人1物件じゃなくて1人何件か抱えていくんですけど、でこれ責任も重大なんですけど、こう締め切りにさえ間に合わせればどう評価を行っていくかというのはもうそれぞれの鑑定士に任せられています。請負的な仕事の進め方を行っていきます。なので実は鑑定士というのは女性におすすめの資格なんですよね。女性というのはどうしても妊娠とか出産とか子育てとかどうしてもこう仕事の量を、ね、セーブせざるを得ないタイミングが来ると思います。ただ鑑定士は資格者でしかも請負的な仕事の進め方をしていきますので、私の知り合いの女性の鑑定士もそうなんですけど、それこそ子供を連れて現地調査に行って自宅のパソコンで評価書を作ってそれを事務所に送れば仕事としてこれ完結するわけなんですね。請負的な仕事の進め方なので、もちろん仕事の量はセーブせざるを得ないんですけど、仕事を辞めずにですね続けることができる、それは資格者で請負的な仕事の進め方をしていくからだということになってきます。これは男性でも介護等々でライフバランスを考えなければならないタイミングが来るわけですね。そういった場面でこう、ね、やっぱり使い勝手がいいですね、魅力のある資格が鑑定士の仕事ということになってきます。ではこの鑑定士になるためにはどういった試験制度を突破する必要があるのか、こう試験の中身について次はですね説明をしていきます。はい、鑑定試験は大きな特徴としましては、これ公認会計試験なんかと同じなんですけど、担当式試験と論文式試験の2段階選抜方式になっています。ではまずは担当式試験から確認をしていきます。受験資格は特にありません。誰でも受けることができます。で、試験科目なんですけど、担当式試験は2科目です。行政法規という科目と鑑定理論という科目ですね。2科目で試験が課せられます。行政法規、不動産というのは勝手気ままに使えるものではなくて、さまざまな規制法律があります。建築基準法とか都市計画法って法律聞いたことありますでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのが行政法規という科目になってきます。宅建試験とかを勉強された方はその宅建試験で勉強したことの4割ぐらい重なってくるのがこの行政法規という科目になってきます。一方鑑定理論ですね、名前の通り鑑定評価を行う上での理論考え方を学んでいくのが鑑定理論です。これ試験科目としても重要なんですけど、実際鑑定士になって評価で悩んだ時には戻っていくのがこの鑑定理論という学問です。なのでこう実務家としても重要で、これ専門科目ということになっていきます。それぞれ択一式ですね、マークシート方式で40問ずつ出題されます。1問 2.5 点と配点されていて、それぞれ40問ずつで100点満点、合計200点満点で試験が課せられます。
ではいつ試験が実施されるのか、試験期日ですね。例年5月の中旬の日曜日、まあ、大体第2日曜日、母の日が試験日ということになってきます。午前中10時から2時間で行政法規40問解いていただいて、1時間半の休憩を挟んでいただいて、午後の1時半から2時間で40問鑑定理論を解いていく、そういった試験になっています。では何点ぐらい取れば担当式試験合格することができるのかってことですね。願書ですと総合点でおおむね7割が基準となると示されています。ただ鑑定試験は相対評価の試験です。行政書士試験みたいに何点以上取った人みんな受からせるとか、そういった試験じゃないですね。つまり試験問題が優しければ合格ラインは上がっていきますし、試験問題が難しければ合格ラインは下がっていきます。では近年何点ぐらいで合格することができているかといいますと、それはだいたいですね、最近は7割弱ぐらいでだいたい合格できています。7割以上になったことありませんので、要はどんな問題でも7割取れてれば担当式試験合格することができるということになってきます。ではどれぐらいの率で合格することができるのかってことですね。2018年度は、合格率 33.4% ですね。要は3人に1人が合格できるということになってきます。担当式試験はこう比較的受かりやすい試験、そういった試験ということになってきます。で担当突破すると次は論文式試験ということになってきます。でまずは科目なんですけど、行政法規という科目は担当式試験だけの科目ですので論文では出題されません。一方鑑定理論は専門科目でこう重要な科目ですので、論文式試験においても鑑定理論については出題されます。加えて民法、会計学、経済学ですね、計4科目で試験が課せられるのが論文式試験ということになってきます。科目数が多いというのが一つ論文式試験の特徴ということになってきます。ではいつ試験が実施されるのかってことですね。例年8月上旬の同日月の連続する3日間が試験日程ということになってきます。最終日月曜日ですので、お仕事されている方はこう事前にお休みを取っていただく必要があります。でこれ8月上旬、真夏真っ只中で本当に3日間論文式試験なので、こう文章を書き続けなきゃならないんですよね。結構体力勝負と言えるような面もあるですね、試験が論文式試験ということになってきます。でこれ4科目やっぱりですね、試験科目ありますので、バランスよく勉強していくのが論文式試験ですとポイントになっていきます。当然論文式試験は相対評価の試験ですので、苦手科目が1科目でもありますとなかなか合格が厳しいということです。つまり皆が書けるような問題も自分が書けるように、得意科目はいりません。要はね、苦手科目をなくすようにまんべんなく4科目をバランスよく学習していけるかどうかが論文式試験においてはこうポイントになってきます。ではどれぐらいの率で合格することができるのかってことですね。論文式試験は2018年度合格率 14.8%、 要は7人に1人が合格できる試験ということになってきます。ただこの7人というのは担当式試験に合格した人7人のうちの1人ですので、まあ、正直なかなか厳しい試験ですよね。でいつもこれ言い訳的に言うんですけど、この論文式試験合格率の厳しさはこの資格を取った後の使い勝手と大いに関連性があるということになってきます。つまり比較的取りやすい試験資格というのは、では取って就職転職に直結するかというとなかなか厳しい面があると思います。一方で司法書士さんなんかもそうなんですけど、合格率が厳しい試験というのはもちろん合格するのは大変なんですけど、合格しますと希少性を生み出しますので就職転職に直結するということになってきます。さらに鑑定試験のポイントがありまして、まずは一つ目のポイント、担当式試験合格者は翌年翌々年の2年間担当式試験が免除になります。つまり一度担当式試験に合格しますと論文式試験が最大3回受験できる、そういった試験制度になっています。まあ、担当免除制度、言い方変えると三進制度ですね、そういった制度になっています。特に鑑定試験は働きながら勉強される方が多いので、このね担当免除制度をうまく使っていただくというのが一つポイントになってきます。とともにもう一つポイントですね、2番目、短期合格が可能になる。
学生等の若年層の方や不動産分野での職務経験のない方にも積極的にチャレンジしてもらうために短期合格可能になるように2016年度に試験問題の見直しが実施されています。今鑑定業界はものすごく人手不足なんですよね。鑑定士というのは今登録しているのが全国で8000人ぐらいしかいないと言われています。弁護士さんが確か4万人弱ぐらいで、公認会計士が3万人弱ぐらいですので、それと比べても桁が違いますよね。さらに鑑定士の資格を使って仕事をしている方がこのうち 5,6 千人ぐらいと言われています。でその 5,6 千人の中で60歳以上を占める割合が4割以上が60歳以上なんですよね。かなり年齢層の高い 5,6 千人ということです。で公的な評価で70歳が定年なので、その方たちがリタイアしてしまうと一気に鑑定士の人数が少なくなって、こういった公的な評価が成り立たなくなると言われています。なので国土交通省ですね、あとは不動産鑑定士協会ですね、本当に危機意識を持っていまして、短期合格が可能になるようにやっぱり試験問題見直しを行っています。要は知識量じゃなくて短期で合格できるように、基礎さえしっかりと身につけていれば合格できるような問題だったり採点にですね、試験問題をですね変更しています。まあ、ざっくり言うと、問題が優しくなっています。内容的にも形式的にも問題が優しくなって、こう受かりやすくなっているということになってきます。特に国交省等々はこう学生等々の方にこう積極的に鑑定チャレンジしてもらいたいということで、いろんなことをやっています。例えば大学とかに、オープンセミナーという形で鑑定士の魅力を伝えるような、そういった講演会をですね行っていたりします。東京ですと早稲田大学とか日本大学とかでもやってました。あと名古屋ですと南山大学とかでもですね、鑑定士の魅力を伝えるようなオープンセミナーで実施して、こう学生にですね鑑定士の魅力を伝えています。あとは、学生の方に鑑定士の魅力をアピールしてもらうような、そういった動画を作ってもらう動画のコンテストみたいなものをですね、毎年実施しています。あとは東京都の鑑定士協会なんですけど、ゆるキャラとか作ったり、あとはなんか鑑定士の歌とか作ったりして、本当にいろんな形でなんとか鑑定士のですね存在だったり魅力をですね伝えていこうという形でいろんなことをやっています。でやっぱ最近少しずつですね、学生等々にも浸透してきて、受験者が増えているんですね、増えています。で本当に今鑑定業界人手不足です。今ね超売り手市場なんですね。就職状況は超売り手市場です。で試験も優しくなって受かりやすくなっていて、本当に短期合格が可能になってますので、この今回のテーマですね、本当に大チャンス到来って形で、本当に、チャンスです。今受かりやすくなって人手不足なので、売り手市場で本当に今ね鑑定士始めるにはいい時期だと思いますので、ぜひですね鑑定士こうチャレンジしてもらいたいということになってきます。ではどれぐらい勉強すれば合格することができるのかってことで、一定の目安を説明していきますと、まず担当式試験合格するためには、これ講義の時間も含めてだいたい500時間ぐらいの勉強時間確保していただければ合格することができると言われています。一方論文式試験は科目数も増えてですね、文章を書く訓練もしなければなりませんので、最低でも2000時間ぐらいの勉強時間を確保していただく必要があるということになってきます。なので最終合格するためにはトータルで、だいたい2500時間ぐらい、2000から2500時間ぐらいの勉強時間ですね確保できるかどうかがポイントになってきます。では踏まえて、じゃあレックとしては鑑定士に合格するためにどういったコースをご用意しているかというと、大きくですね3つのコースを用意しています。まず1つ目おすすめなのが、一気に最終合格を目指すコースということになってきます。まず1つ目が2020担当論文フルコース、全176回のフルのコースということになっていきます。こちらは担当のコースとともに、論文のまずは知識をインプットしていく論文基礎記の講座と、さらには論文完成期、実際に答案を作成していく、要はこれアウトプットですね、アウトプットを行っていく論文完成期ですね、そういった講座、論文コースと担当コースですね、最終合格するため全ての講座等連が含まれているのが、この担当論文フルコースということになってきます。例えば学生の方とか、あとはお仕事されている方でもある程度ね、
仕事が融通が効くとか、あとはお仕事されてる方でも早い段階でこの論文担当論文フルコース始められるって形ですかね。こう1年以上前からですね勉強を始めることができる、本試験から1年以上前から勉強を始めることができるとか、早い段階から勉強を始めることができるとか、そういった方でしたらば働きながらでも十分にこの担当論文フルコースで一発合格することができます。本当に最近ですね一発合格する人が増えてきています。まあ、とは言ってもってことですね、なかなかちょっと働きながらだと、ね、忙しくなる可能性もあるので、いきなりフルコースは厳しいかも。あとはちょっと勉強を始めた時期がちょっと1年切っていて、もう残りちょっとそんなにね期間がないような時期に始めるんだ、そういった方もいると思います。そういった方にじゃあ次おすすめなのがこの担当論文基礎コースというものになってきます。先ほどのこのフルコースのこの後半の論文のこのアウトプットの部分ですね、論文完成期を除いたものが担当論文基礎コースということになってきます。担当のコースに論文の前半部分、基礎部分の講座をつけたものが担当論文基礎コース全132回のコースということになってきます。こちらはこの後半のアウトプット部分ですね、論文のアウトプット部分を自分で追加的に受講していただく必要がありまして、その受講のタイミングを自分の講義の消化具合によって判断することができるということです。つまりはこの担当論文基礎コース受講しました、で仕事とのバランスも取りながらうまくですね消化することができましたならば、2020年向けのこの論文のアウトプットコースを取って2020年の8月しっかりと論文を受けようって形で目指すパターンもありですし、じゃなくてなかなかちょっと仕事が忙しくなってしまって、ちょっとね講義があまり消化できなかったので、いや自分は2021年度向けの論文のアウトプットコースを後から追加で受講して2021年の8月の論文試験を本気で受けようという形で、自分の講義の消化具合に応じてフレキシブルにこの論文のアウトプットコースを追加するタイミングを選ぶことができるのがこの担当論文基礎コースということになってきます。さらに、いやもう自分はちょっと仕事がかなり忙しい、しかも始めた時期がこう年末とかで残りそんなにね期間がない、やっぱり自分は免除制度をうまく使ってまずは担当を目指したいという方もいると思います。そういった方におすすめなのが担当だけのコースですね。こちら2020担当合格コース全54回のコースということになってきます。こちらを取っていただければ、基本のテキストだったり、あとは過去問等々ですね、テキスト過去問すべて入っています。このコースさえ取っていただければ余計な講座だったりテキスト等々を買う必要はありません。でしっかり紹介していただければ十分にこれ担当合格できる力が身についていきます。で見事担当を受かっていただいたならば論文だけのコースもちゃんと準備していますので、まずは担当だけですね目指して受講するのがこの担当合格コースということになってきます。大きく3つですよね。やっぱもう自分は一気に最終合格目指したい、勉強時間もある程度確保できる、働きながらでも十分ですね早い段階に始めたので十分一発合格狙えるって方はぜひですね担当論文フルコースを取っていただく。いややっぱりちょっとフルは厳しい、始めた時期もそんなに早くなかった、やっぱり仕事の忙しさもちょっと考えたいので、アウトプット部を除いたこの担当論文基礎コースで、じゃあ論文も見据えながら担当メインで行っていくのがこの担当論文基礎コースじゃなくて、やっぱりちょっと仕事が忙しい、勉強始めた時期も年末とかでですね、遅い時期で始めた、やっぱりまずは確実に担当で免除制度を使って論文を受けたいというならば、この担当合格コースですね、3つのコースがあります。皆さんそれぞれですねお仕事とか大学等々ですね、いろいろ忙しさがあると思いますので、それぞれの生活スタイルに合わせていただいて、ぜひですね鑑定士の仕事の中身ですね、魅力を持っていただいたならば、気づいていただきながらば、ぜひですねこのいずれかのコースを取っていただいて、鑑定士の勉強を始めていただいて、で見事鑑定士になっていただいて、今の鑑定業界はこう変革期にあります。で次の鑑定業界の担い手としてこう皆さんがなっていただけると、とてもね私としてはこう嬉しい限りということになってきます。はい、以上をもちまして私のガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。